テレビくん、テレマガ、どっちもアンケート結果発表、そして新たなアンケート始めます。皆さんこんにちは。寝違えた首がなかなか治らないショッカー戦闘員です。本日は皆様にご回答いただきましたアンケートの結果発表、そして新たなアンケート開始という動画になります。首痛いのか、大丈夫か、まあ怖がるな、怖がるに決まってる。何度蹴られたことか、何度ぶたれたことか、そんな小芝居は置いておきまして、早速行ってみましょう。今回もたくさんの皆様にご回答いただきました。ありがとうございます。今回回答いただきました数なんと78名の方に回答していただきました。本当にありがとうございます。そしてこのアンケート3名の方、グッドボタン押していただきました。3名の方々本当にありがとうございます。ではアンケートの結果いってみましょう。こちら、おい、すごくはっきりとした結果でございます。今回のアンケートはあなたがよく買うヒーロー雑誌教えてくださいというものだったんですが、なんと1位はですね、テレビくん、ダントツです。どっち買うかっていうやつだとダントツです。でびっくりしました。買わないもなかなか多いんですね。テレビくんが 46%、 買わない 36% です。まあね、買わなくても楽しめるっちゃ楽しめるのでね、買わないもいるんですけど、テレビくん人気ですね。その他が 9%。 その他って何ですか？教えてください。どういう感じなんですかね。もし教えてくださる方いらっしゃいましたらコメント欄にお願いいたします。その他一体どんな雑誌買っているのか教えてください。でテレビマガジンが 5%、 両方買ってるよっていう方 4% という結果になりました。テレビくんはやはり本物付録がね強いのかななんていうふうに思うんですけれども、皆さんどうなんでしょう。私はこれからも変わらず両方買っていきます。そして皆様に付録の良さをね伝えていったりとかしていきたいと思います。はい、という感じで今回はこんな結果になりました。では本日から始まるアンケート、あなたが第1話から最終話までしっかり見た作品いくつですか？そうです、あなたが1話から最終話までしっかり見た作品いくつなのか教えてください。でですね、迷ったんですよ。昭和の仮面ライダーも入れようかなと思ったんですけれども、今回はまず平成と令和1作品、平成20作品と令和1作品でやっていきたいと思います。セイバーはまだ放送中なので含みません。ではバーっと言っていきますね。今回対象となる作品、01、ジオー、ビルド、エグゼイド、ゴースト、ドライブ、ガイム、ウィザード、フォーゼ、オーズ、ダブル、ディケイド、キバ、電王、カブト、響き、ブレイド、ファイズ、リュウキ、アギト、クーガです。今のね、ノーカット、言い切った、やった。これ早口言葉にいいかもしれませんね。01、ジオー、ビルド、エグゼイド、ゴースト、ドライブ、ガイム、ウィザード、フォーゼ、01、ジオー、ビルド、エグゼイド、ゴースト、ドライブ、難しいですね。早口言葉ね、仮面ライダーのシリーズをブワーって言うっていうので早口言葉鍛えるっていうのもありかもしれません。ということで話戻りまして、今回新しく始まるアンケート、あなたが第1話から最終話までしっかり見た作品いくつですか？令和1作品、平成20作品の中でお答えください。では、どんな感じでやっていくかというと、まず1から5作品見たよという方、6から10作品見たよという方、11から20作品見たよという方、全部見たよという方、1作品もちゃんと最初から最後まで見てないよという方、この感じでこの中からお答えください。こちらは11月24日火曜日の朝9時頃まで受け付けております。その後もね、別にアンケートは受け付けているので、過去のやつやってない方、過去のやつ押していただいても構いません。年末にね、もうすぐ年末なんですけれども、年末にいろいろアンケート振り返りやって締め切った時の結果とまたね変わっているかもしれないので、そういった動画もやっていきたいと思いますので、もう終わってるやつでも回答していただいて構いません。ガンガンどんどん回答してください。お願いします。
ます。ということで本日はアンケートの動画にさせていただきました。明日はなんとなんと仮面ライダーセイバーのおもちゃ発売日でございます。ここで何が発売されるのか一応見てみましょう。明日11月21日土曜日発売なのがこちら、変身ベルトデラックス暗黒剣暗闇&邪剣カリバードライバー仮面ライダーカリバー邪王ドラゴン完全なりきりセット、はい、こちらが発売になります。それからデラックスジャオドラゴンワンダーライドブック、デラックス希望の竜使いウィザードワンダーライドブック、デラックス2011ホーゼオデッセイワンダーライドブック、ライダーヒーローシリーズ04仮面ライダーカリバージャオドラゴンです。私は暗黒剣暗闇持っておりますので、デラックスジャオドラゴンワンダーライドブックを買ってこようと思います。買ってきてね、また皆様と一緒に開封をしていきたいと思いますので、ぜひご視聴ください。ウィザードとホーゼはとりあえずいいかなって感じです。ライダーヒーローシリーズね、久しぶりに発売です。04仮面ライダーカリバー邪王ドラゴンですが、これもね迷いますね。塗装チャレンジ用に買おうかなとも思いますが、とりあえずね確実に買うのは邪王ドラゴンワンダーライドブックです。皆さんは何買いますか？ということで本日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。